秋田元気アップサポート事業、秋田元気アッププログラム。手軽に実践できる秋田元気アッププログラムを各地域の健康教室や総合型スポーツクラブ、企業などで活用してもらうことにより、新しい生活様式の中で運動により健康な生活を維持することを目的としています。秋田県スポーツ科学センター。おうちで円熟体操。おうちで円熟体操は3つの運動で構成されています。1つ目、脳トレ含むストレッチ。2つ目、筋トレ。3つ目、スローエアロビックです。それでは始めてみましょう。脳トレ1、手首。期待される効果。手首がほぐれ、指先への血流が促進されます。左右別々の動きが刺激となり、脳が活性化されます。両手首を同時に縦に振ります。両手首を同時に横に振ります。両手首を同時に縦と横、左右別々に振ります。もう一度逆にして行います。脳トレ2、手と指。手と指がほぐれ、血流が促進されます。左右別々の動きが刺激となり、脳が活性化されます。グー、チョキ、パーのうち、はじめはグーとパーを左右交互に、次にその他の組み合わせでも行います。片手を前方に伸ばし、反対の手を手前に引きつけます。この時、前方に伸ばした手が手前に引きつけた手にじゃんけんで勝つように、手の形を入れ替えます。その他の組み合わせでも行います。脳トレ3、肩と上腕。肩周辺がほぐれ、血流が促進され、肩のこりが軽減されます。左右別々の動きが刺激となり、脳が活性化されます。両手を上げて1、太ももに下ろして2と数え2拍子とします。両手を上げて1、両手の指先で肩に触れて2、太ももに下ろして3と数え3拍子とします。左右別々の拍子で行います。それでは始めてみましょう。
伸び伸びストレッチ。1、胸と腹。期待される効果。胸の筋肉が伸びるとともに、背筋が収縮され、血流が促進されます。胸を開いて、腕を伸ばし、胸や腹を伸ばします。肘を曲げて、体側に引きつけます。伸び伸びストレッチ。2、背中と腰。背中や腰の筋肉が伸び、血流が促進されます。足首をつかむように前屈します。背中を丸めて、背中や腰を伸ばします。伸び伸びストレッチ。3、尻。お尻の筋肉が伸び、股関節の可動域が広がり、柔軟性が高まります。片方のくるぶしを逆足の太ももの上に乗せ前屈します。反対側も行います。伸び伸びストレッチ。4、足の裏側。足の裏側の筋肉が伸び、柔軟性が高まり、血流が促進されます。浅めに腰掛け、片足を伸ばし前屈します。反対側も行います。伸び伸びストレッチ。5、足の前面。足の前面の筋肉が伸び、柔軟性が高まり、血流が促進されます。椅子の前面に横向きになり、お尻の半分だけ腰掛けます。腰掛けていない方の足のつま先を立てて、片膝を床に近づけます。反対側も行います。伸び伸びストレッチ。6、ふくらはぎと足首。ふくらはぎの筋肉や足首の柔軟性を高めます。背もたれを支えにして足を前後に開きます。後ろ足のかかとを床につけたまま両膝を曲げていきます。
反対側も行います。それでは始めてみましょう。ぐるぐるストレッチ。1、首。期待される効果。首周りの筋肉をほぐします。目を開けたまま首をゆっくり回します。反対回しも行います。ぐるぐるストレッチ。2、肩。肩関節の可動域を広げ、柔軟性を高めます。指先を肩に当て、肘で円を描くようにゆっくり回します。反対回しも行います。ぐるぐるストレッチ。3、腰。腰や
股関節周辺の筋肉をほぐし、可動域を広げ、柔軟性を高めます。両手を腰に当て、ゆっくり回します。反対回しも行います。ぐるぐるストレッチ4。膝、膝関節周辺の筋肉をほぐします。両手を膝に当て、ゆっくり回します。反対回しも行います。それでは始めてみましょう。筋トレ1。ふくらはぎとすね。期待される効果。力強く歩く力を高めるとともに、つまずきを防止します。背もたれを支えにして、つま先立ち、かかと立ちを繰り返します。10秒間で往復1回程度の速さで、各自で回数を決めて行います。筋トレ2。もも、太ももの筋力を高め、歩行時の安定性を高めます。弾むように膝を曲げ伸ばし、膝を完全に伸ばさずに繰り返します。各自回数を決めて行います。筋トレ3。お腹ともも、太ももを上げるための筋力を高め、
歩行時の歩幅を広げます。椅子に座ったまま足踏みをします。腕は徐々に大きく振り、膝は徐々に高くして無理なく行います。各自回数を決めて行います。それでは始めてみましょう。スローエアロビック。1、大巻き場は緑。期待される効果。無理なく柔軟性を高め、下半身を強化します。肘を後ろに引きます。肩甲骨を動かしながら4、3、かかとの上げ下ろしでカーフレーズ、ふくらはぎを使いましょう。膝の屈伸を入れますよ。お尻をちょっと後ろめに引いて、膝が前に出ないようにしましょう。胸の開きも入れていきます。ぐーんと心地よく、よかったよ。一歩前に出します。体重を右と左。次は体側を使っていきます。揺れます。右と左、右左、右左、右足に体重を乗せて、しっかり伸ばします。左方面、左、右、左、右、左足に体重を乗せてしっかり伸ばします。 1,2,3 で 1,2,3。 さあ 1,2、 呼吸を忘れずに、うっ、 1,2、 しっかり伸びてますか。1,2、 自分のペースね。はい、右と左。今度はしゃがんで伸びて、ギュッ。膝の屈伸を使いながら下半身も一緒に動かしていきましょう。大きな筋肉を使って体を温めますよ。右からもっと大きく、1,2、右で一回止めて胸とお腹を伸ばします。左、ぐーんと伸ばして、ぐーんと、1,2、次、少し動きが変わります。1,2、伸びてからしゃがむ。1,2、下半身を使って、1,2、伸びてし
しゃがん。1、2、伸びてしゃがむ。吸って。スローエアロビック。2、大きな古時計。音楽に合わせての動きで、楽しみながら体を動かすことができ、普段使わないところを伸ばせます。体が温まったところでスローエアロビックを行います。3つの動作がありますので、確認しますね。一つ目はフリフリグッパーと言います。足をハの字にしてください。かかとの上げ下ろしで自然に腰が動きます。この動きにグーパー、グーパー、上半身の動きが加わります。全身運動になります。少し難しいですけども、できるとこれだけでも体全体が動きますので、ぜひチャレンジしてみてください。二つ目の動き。フレアツイストです。体重が乗ってない方に手を巻きつけます。ひねりの動作です。三つ目、伸びゆらです。体重を乗せた方に伸び伸びとゆらゆらとする動きです。心地よく体側を伸ばしていく動きになります。この三つを使って次の動き行ってみましょう。足を右、左、リズムを取っていきましょう。今度は引いて、ちょっと胸を張ります。開く。一回で早く。1、1、1。少し難しい動きですけどね。手拍子だけでも、足だけでもいいです。できる範囲で頑張りましょう。体重右左。ここに、かかとが上がってる方のお尻をタッチします。少しずつ手を大きく振って、体に巻きつけます。大きく動かしていきましょう。少し手の動きも変えて、自分が心地よく動けるといいですね。伸びゆらに、上に伸びてしっかり下ろしていきます。早くいきます。 1、2。 ここでゆらゆらして下ろしていきます。もう一回ね。上にゆらゆら、最初からいきますよ。体重のかけ方大丈夫ですか？引いて、かかとの上げ下ろしで口が自然に動きます。開く動作。早くいくよ。トン。息止めてないですかね。余裕があったら少し上の方まで。肩甲骨の動きも変わります。3、4、3、2。体重右と左。さあ、さっきだいぶ慣れたと思います。動作大きくひねり、ひねる動作です。手を変えてみましょうか。よいしょ。息を吐きながら、足を使えるかな。よいしょ。無理をしない程度にやってみてくださいね。上に伸びてから下ろしていきます。体重乗ってる方に揺れてください。早く。
もう一度上に、伸び伸びしたらゆらゆら、自分で心地のいいところまで。はい、お疲れ様です。